アクアマリンの神殿は、2014年に、角川書店から発行された、カイドウ・タケルの長編小説。桜宮サーガと称される、カイドウ作品群は、時代設定を1988年から2022年としており、本作に登場する、佐々木敦氏は、機関の、ナイチンゲールの沈黙、医学の卵にも登場しているが、年齢面で矛盾が、生じており、 それを指摘された作者が辻褄合わせのために執筆したモルフェウスの領域の続編。ブロック資産者連合の有刊にて連載された後、2014年6月に単行本化。モルフェウスの領域と同様に作者が主に執筆する量を題材とした小説に SF の要素を取り入れた異色の作品となる。かつて世界初のコールドスリープ被験者だった。 佐々木敦氏は眠りから目覚めた後、桜宮市の未来医学探究センターで自身を管理していた日々の良子の眠りの維持、管理をしながら桜宮学園中東部に通っていた。敦氏は人工的な眠りの中で中学生を凌駕する高度な知識を有していたが、後見人の西野正隆の指示で平凡な中学生を装っていた。だが、 謎のクラスメイトの麻生な罪と結んだ不可侵条約から八夜はじめこう北原の無理に拡大したドローン同盟。ボクシング部での日々、文化祭での奮闘と淳の青春が始まった。メイン佐々木淳氏ある深刻な理由のため世界初のゴールドスリープ技術により5年の時を超え目覚めた天才少年、現在は桜宮学園中東部に途中編入し、 とある大切業務を任され、本作の主人公である。桜宮市未来医学探究センター関係者、西野正隆佐々木敦氏の上司にして貢献人の一人、有能で優秀な人間ではあるが気まぐれなところもある。あだ名は黒ケ口癖は、人生の結末はわかりきっている。木更木、蝶子佐々木敦氏の貢献人の一人、白衣の天使で干賞曜美人、おか気味で暇あれば、 厚氏の世話をしに来る。曽根崎慎一郎ゲーム理論の第一人者、マサチューセッツの教授を務めている。厚氏にとってアドバイス役であり、言葉の伝え方に癖はあるけれど、頼れる人物である。田口公平佐々木厚氏の主治医及び、不定収束外来責任者。医療安全推進本部センター長兼、医療情報機器管理ユニット特任教授。2006年を舞台にした、 ナイチンゲールの沈黙では5歳。16年後の2022年を舞台にした医学の卵では17歳。医療を題材としない小説は夢見る黄金地球儀がある。ありがとうございます。